今スタートしました。センターゼ0台前半3号定期台4号での森谷白1枠、内側伸び返して1号手の先制する2号手の吉川引いて間を割ってくる3号手の池田、切り込んでくるは4号手の森谷で向こうの目になりますが、トップ線2号手3号手のマッチリスはインコース2号手の吉川で、アデゴース攻める3号手の池田、内から4号手森谷は押し上げて一瞬にマークの世界相当正常でした。トップ線2号手吉川、4号手の5号手サッと合わせる3号手の池田コーチ、間を割ってくる 2.1 号手の選手5号手の寺田翔ホームに移りまして、先頭抜けた2号手吉川元弘、2番手は3号手池田コーチが一歩前、しかし近距離で5号手寺田、4号手森谷、1号手ハロー、2番手3番手4番手5番手僅差の状況、やってくる接近5号手寺田、引いた引いた3号手の池田、切り込んでくる4号手森谷、6号手田中、アウト待って1号手のハロー直也、先頭2番の吉川ゴール、2番手3番池田、3番の寺田ゴール、以上小島第8レースでした。